っていうのはもうチームの中で分かってるんですけど、そこからチャンスをどうやってものにしていくかっていうのがね、勝ち点3を取る、まあ、ポイントにはなっていくのかなと思いますね、はい、そして渡辺、下田、横に流して野村のシュート、野村が左足ちょっと当たりはしませんでしたけどね、渡辺入ってくる、そして戻して下田から香川、中には4人の選手、長さだ、小屋ですか、小屋ですか、小屋ですね、小屋です、小屋がニアで先に打っていきました、中で小屋呼んでいる、横パスになった野村も入ってきましたが、さあカウンターですよ、今度は金沢ちょっと後ろ向きになったが、ちょっとスピード止まってしまいました、ね、そうですね、おお抜けてきた杉浦恭平、先制は金沢、杉浦恭平の右足、1点0対1です、ゲームミスを誘いましたよね、この松田のボールです、まあ、ミサオはもうキーパーが出てくるという風な判断で止まってしまいましたし、キーパーとしてはミサオがそのままついていくのかなっていうところでね、さあ大分、ここで小屋、長澤には通りません、さあここ小野原、そのままクロス放り込む、怪しい、追加点は金沢、小野原のクロスに林のヘディングシュートで0対2、いやーここも少ない手数で仕留めました、ただ少しね、ペレイラもバックステップ踏みながらの体勢、その前に入れた林、はい、香川からエドアルドネットです、エドアルドネットはまあ途中出場が今日もどこで奪ったチャンスになる、林、これは流れてきました、野村、長澤、宇都本、そして伊藤も追い越す動きを見せるが、井上その伊藤を使う、横に流して野村、野村も2戦連発1点返しました、さあこれが反撃の起爆剤となるか、大分野村です、非常にこういいコースにシュートは行きましたね、まあ、前半からシュートの意識が非常に高かった野村が、ついにゴールを奪ったわけですけどね、まあ、本当にこう打つことによって、さあ大谷、おお通した、力安だ、力安から平松、平松も仕事をしました、1対3、また2点差は強限金沢です、平松も入ってからいいボールですね、この突破が効きましたね、まあ、ついていけませんし、ゴールキーパーとその間にね、非常にこういういいボールが入ったことによって流し込むだけでしたからね、そして松本玲、クロスが入る、サムエル振っていったが、そして試合終了の笛です、